マグダレーナ・ジビュレフォン、ブランデンブルク・バイロイトは、ドイツのブランデンブルク・バイロイト辺境博家の、高女で、ザクセン選定公、ヨハンゲオルク二世の妻。ブランデンブルク・バイロイト辺境博クリスティアンと、その妻で、プロイセン公、アルブレヒト・フリードリヒの娘であるマリーの間の、第五子、四女として生まれた。1638年11月13日に、 ドレスデンにおいて、ヨハンゲオルク二世と結婚した。夫は、母の末の妹マグダレーナジビュレの長男であり、先帝公夫妻は、十四帝同士であった。スウェーデン王妃、マリア・エレオノーラと十四姉同士だったことから、スウェーデン王室と信仰があり、30年戦争中の1639年に、スウェーデン軍が先帝公領内の都市ピルナを破壊しようとした際、 王室に書簡を送って攻撃を中止させている。1680年に夫と死別するとフライベルク、コルディーツ、ドレスデンに隠居所を与えられて余生を送った。死後、フライベルク大聖堂に葬られた。夫との間に一男二女を設けた。ありがとうございます。